本語通訳が1年生ハン・エヨンと申します。韓国出身です。私は日本語能力試験 N2 に合格することができました。すごく短いの時間だったんですけど、先生ただのおかげさまで本当に、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、合格ができてすごく嬉しかったですよ。で実は私都会がちょっと難しくって、そのことをちゃんと聞いてくれた先生たちの協力のおかげで合格することができました。本当にどうもありがとうございました。これからの私の目標は12月の3日の日にある日本語能力試験で N1 を取ることなんです。もうこれからよりもっともっと頑張って、ぜひいい結果があるように頑張ります。ありがとうございました。